皆さん、こんにちは。コスモスのズンです。Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip hướng dẫn học từ mới bài số 47 lần này. Ở bài số 47 này, chúng ta sẽ tìm hiểu với mẫu ngữ pháp so desu hoặc yo desu. Đó là mẫu ngữ pháp liên quan đến cách nói nghe nói thế này thế kia hay hình như là. Và kết hợp với mẫu ngữ pháp này sẽ đi kèm với rất nhiều những động từ, danh từ và các tính từ mới mà hôm nay chúng ta sẽ học ở bài số 47 này. Chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt tìm hiểu các từ mới gắn liền với các ví dụ qua giọng nói vô cùng quen thuộc từ Inami-san nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu học nào. Atsumarimasu. 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 Kinou no konsato ni wa takusan no hito ga atsumarimashita.昨日のコンサートにはたくさんの人が集まりました。別れます。別れます。別れます。ナムさんは彼女と別れました。ナムさんは彼女と別れました。長生きします。長生きします。長生きします。私は長生きできるように毎日体操しています。私は長生きできるように毎日体操しています。します。します。します。隣の部屋から子供の声がしています。隣の部屋から子供の声がしています。刺します。刺します。刺します。ウクライナでは雨が降るときは傘を差します。しかし、雪が降るときは差しません。ひどい。ひどい。ひどい。田中さんは交通事故でひどい怪我をしてしまいました。田中さんは交通事故でひどい怪我をしてしまいました。怖い。怖い。怖い。私は高いところが怖いです。私は高いところが怖いです。匂い、匂い、匂い。靴の匂いがしています。気持ち悪いです。靴の匂いがしています。気持ち悪いです。男性、男性、男性。私のクラスには男性が5人います。私のクラスには男性が5人います。女性、女性、女性。私のクラスには女性が25人います。私のクラスには女性が25人います。賛成、賛成、賛成。先生の意見に賛成です。先生の意見に賛成です。反対、反対、反対。アンさんの意見に反対です。アンさんの意見に反対です。天気予報、天気予報、天気予報。天気予報によると、明日雨が降るようです。天気予報によると、明日雨が降るようです。
パトカー、パトカー、パトカー。日本では110番に電話するとパトカーが来ます。救急車、救急車、救急車。日本では119番に電話すると救急車が来ます。発表、発表、発表。大学の入学試験の結果は明日発表されます。どうも、どうも、どうも。どうもお腹の調子が悪いです。どうもお腹の調子が悪いです。比べます、比べます、比べます。値段を比べたら A 店の方が安いです。値段を比べたら A 店の方が安いです。知り合います、知り合います、知り合います。大学生の時彼女と知り合いました。大学生の時彼女と知り合いました。婚約します。婚約します。婚約します。ゴックさんは昨日婚約しました。ゴックさんは昨日婚約しました。相手、相手、相手。日本で挨拶をするとき、相手と距離を置くのは礼儀だとされています。恋人、恋人、恋人。花さんは恋人ができたようです。花さんは恋人ができたようです。実験、実験、実験。科学、科学、科学。午後の科学の授業では実験をします。午後の科学の授業では実験をします。医学、医学、医学。兄はアメリカで医学を勉強しました。兄はアメリカで医学を勉強しました。文学、文学、文学。花さんは日本の文学について研究しています。花さんは日本の文学について研究しています。平均寿命、平均寿命、平均寿命。日本は平均寿命が長いです。日本は平均寿命が長いです。博士、博士、博士。林さんは経済学の博士です。林さんは経済学の博士です。脳、ノー、ノー。
私は大学で脳について調べます。私は大学で脳について調べます。ホルモン、ホルモン、ホルモン。女性にも男性ホルモンがあるようです。女性にも男性ホルモンがあるようです。化粧、化粧、化粧、化粧品、化粧品、化粧品。化粧を始めたくて、化粧品をたくさん買ってしまいました。化粧を始めたくて、化粧品をたくさん買ってしまいました。調べ、調べ、調べ。彼はピストルを不法所持していたため、警察の調べを受けました。彼はピストルを不法所持していたため、警察の調べを受けました。イラン、イラン、イラン。日本はイランから石油を輸入しています。日本はイランから石油を輸入しています。カリフォルニア、カリフォルニア、カリフォルニア。カリフォルニアは暖かいです。カリフォルニアは暖かいです。Và chúng ta cùng ôn tập lại một lần nữa nhé. 集まります。集まります。集まります。昨日のコンサートにはたくさんの人が集まりました。昨日のコンサートにはたくさんの人が集まりました。分かれます。分かれます。分かれます。ナムさんは彼女と別れました。ナムさんは彼女と別れました。長生きします。長生きします。長生きします。私は長生きできるように毎日体操しています。私は長生きできるように毎日体操しています。します。します。します。隣の部屋から子供の声がしています。隣の部屋から子供の声がしています。刺します。刺します。刺します。ウクライナでは雨が降るときは傘を差します。しかし、雪が降るときは差しません。ひどい。ひどい。ひどい。田中さんは交通事故でひどい怪我をしてしまいました。田中さんは交通事故でひどい怪我をしてしまいました。怖い。怖い。怖い。私は高いところが怖いです。私は高いところが怖いです。匂い。匂い。匂い。靴の匂いがしています。気持ち悪いです。靴の匂いがしています。気持ち悪いです。男性。男性。男性。私のクラスには男性が5人います。
私のクラスには男性が5人います。女性、女性、女性。私のクラスには女性が25人います。私のクラスには女性が25人います。賛成、賛成、賛成。先生の意見に賛成です。先生の意見に賛成です。反対、反対、反対。アンさんの意見に反対です。アンさんの意見に反対です。天気予報、天気予報、天気予報。天気予報によると、明日雨が降るようです。天気予報によると、明日雨が降るようです。パトカー、パトカー、パトカー。日本では、110番に電話すると、パトカーが来ます。救急車、救急車、救急車。日本では119番に電話すると救急車が来ます。発表、発表、発表。大学の入学試験の結果は明日発表されます。どうも、どうも、どうも。どうもお腹の調子が悪いです。どうもお腹の調子が悪いです。比べます。比べます。比べます。値段を比べたら A 店の方が安いです。値段を比べたら A 店の方が安いです。知り合います。知り合います。知り合います。大学生の時彼女と知り合いました。大学生の時彼女と知り合いました。婚約します。婚約します。婚約します。ゴックさんは昨日婚約しました。ゴックさんは昨日婚約しました。相手、相手、相手。日本で挨拶をするとき、相手と距離を置くのは礼儀だとされています。恋人、恋人、恋人。花さんは恋人ができたようです。花さんは恋人ができたようです。実験、実験、実験。科学、科学、科学。午後の科学の授業では実験をします。午後の科学の授業では実験をします。医学、
医学、医学。兄はアメリカで医学を勉強しました。兄はアメリカで医学を勉強しました。文学、文学、文学。花さんは日本の文学について研究しています。花さんは日本の文学について研究しています。平均寿命、平均寿命、平均寿命。日本は平均寿命が長いです。日本は平均寿命が長いです。博士、博士、博士。林さんは経済学の博士です。林さんは経済学の博士です。ノー、ノー、ノー。私は大学で脳について調べます。私は大学で脳について調べます。ホルモン、ホルモン、ホルモン。女性にも男性ホルモンがあるようです。女性にも男性ホルモンがあるようです。化粧、化粧、化粧。化粧品、化粧品、化粧品。化粧を始めたくて、化粧品をたくさん買ってしまいました。化粧を始めたくて、化粧品をたくさん買ってしまいました。調べ、調べ、調べ。彼はピストルを不法所持していたため、警察の調べを受けました。彼はピストルを不法所持していたため、警察の調べを受けました。イラン、イラン、イラン。日本はイランから石油を輸入しています。日本はイランから石油を輸入しています。カリフォルニア、カリフォルニア、カリフォルニア。カリフォルニアは暖かいです。カリフォルニアは暖かいです。Và chúng ta cùng ôn tập lại một lần nữa nhé. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong phần từ mới của bài số 47 rồi. Các bạn cố gắng ghi nhớ từ mới ấy qua việc học các ví dụ cũng như là ghi nhớ các hoàn cảnh sử dụng cụ thể của từng từ mới ấy nhé. Trong quá trình học, nếu các bạn gặp khó khăn hay thắc mắc gì thì đừng ngần ngại, hãy trực tiếp liên hệ và chia sẻ những ý kiến đóng góp đó với Học Tiếng Nhật Cosmos qua 3 kênh Facebook, YouTube hoặc email. Mình xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ theo dõi trong suốt quá trình vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Gosecho domo arigatou gozaimashita.